皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスやっていきましょう。現在エリートランクで次のランクまでが1515になりました。今回はこれランクを上げたいと思います。1515であと1つかな受けられるものがあるので、それを受けようと思います。とりあえずどっちがいいのかな、 S を受けますか。難易度が高いやつの方が多分もらえるものが多いので、それで受けに行こうと思います。まだですね、清らかな森と幸せの塔は99回だし、レベルが5スタートだしっていう状態なので、レベル上がったら行くつもりでございます。遥かなる霊峰、ここが一番多いのでここから向かおうと思います。フロア数は全部で60回なんですが、多分依頼自体はそんなに一番上まではないと思う。3回、7回、8回、11回、12回なので、12回まで上がればいいですね。それ用に準備しよう。なんか物もですね、道具系も、あ、間違った、リンゴは欲しい、買い足している状態で、足りないものとかもあるので欲しいものがあれば買うようにしてます。刺激とか欲しいよね。モモン、タウリン、タウリンかな、まあ、こんな感じで買い物にはお金が必要で、だいぶですね溜まっては来ているのですが、なかなかに倒れてお金がなくなったりとかっていうのも今まで多かったので、まあ、とりあえず頑張って上まで上がって依頼をこなして帰ってきたいと思います。道具とかもね、今リンゴ5個、6、7個入ってたりしますけど、今までない状態が長かったんですよね、実は。で、12階までなので、まあ、それなりに物を持っていけばいけるのかなと思います。必要なさそうなのはちょっと置いていこう。招待状も2枚でいいかな、まあ、こんな感じでちょっとずつ進めている状態です。通しメガネは必要だね。多分いけると思います。で、道具を節約にしとこう。リザードンに通しメガネをつける。これで向かおうと思います。今回ピジョットが一緒に行く感じです。遥かなる霊峰、1回しか多分今まで来たことがなかったはずです。なので仲間になれるポケモンが多い気がしますね。持ってない子を仲間になれるように頑張ろうと思います。お、抜群。あと1個かな、あと1個、あと1個。よいしょ。最後12回。あ、隣だね。ピジョットに行きたいんだけど、ちょ、ここ当たる？ここ当たんなくなる？当たるんだ。前3個なんですね、これ。よかった。大丈夫そう。次行こう。ピジョットが隣。よかった、レックーザでかいな。移動するときとかはレックーザ大きいですね。で、まだレックーザに種を食べさせてメガ進化、まあガリオ転生とかに、ね、させてないので、あ、残るにしちゃった。まあいっか、探そう。じゃあやってしまったな、そんなつもりはなかったんだけど、レボタン押しちゃった。でかっ。急所に当たる時のレスキューがこんなに大きいとは知らなかった。あ、あったあったあった。脱出します。はい、本当に、はい、帰ります。ガーディ見えてるけど帰ります。これで戻ってきました。もうかなりレベルが高いポケモンがたくさんいるところなので手こずりましたね。これでどうなるか。325。結構もらえましたよね、325アップって。わあ、もうちょっと、今回もこれでいくかもしれない。
世界一ももらえるんだ。200どうかな。1500ぐらいだったので、これで残り1000とか。200、あ、全部200だったら足りないんだ。どんな感じかな。はい、じゃこれはニョロも。が、300？足りない。ナマズン200か。それでもだいぶ溜まりましたよね。で、ナマズンはキャンプにいなかったので仲間になってくれて嬉しいです。はい。あ、で、ナマズン、ナマズン、ナマズンのままでいいのだけれど、久しぶりにボタンを押してしまった。さあ結果どうなったか見ましょう。1515から今の感じだと1000ちょっとはこなした気がする。残り290、うわ、もうちょっと、あともう1回行ったら超えますよね。もう1回行きましょう。何か運んできてくれる中にたくさん受けてるところのやつないかな。願いの洞窟、これはね持っておきたいんですよね。星がついてるやつだからね。かないかな。天空滝壺、大いなる渓谷。あ、これは受けなきゃダメじゃない。清らかなる森、どうせ上がるんですよねこれから。何がいい。滝壺にしてしまった。これで見に行こうと思います。いい、良かったのかな今ので。ちょっと不安ですね。では道具を買っていきます。ドローンはちょっといらなかった。健康玉、レインドメタシン、これで、まあいいよ。下ボタンを押してしまってるね。はい、じゃ次行きましょう。どこが一番多いんだろう。おー、森が増えた。滝壺の池、ギャラドスがいるところですね。ヒンバス、アメタマ、ヌオウ、ワニノコ、ウパ、コイキング、トサキントあたりと、あとギャラドスは仲間にはいるんですけど、赤ギャラが欲しいですね。滝壺行きましょう。先ほどはピジョットと一緒だったんですけど、今回ピジョンと一緒です。縁がある感じがしますね。では滝壺の池1階から行ってみましょう。何階までかがちょっと分かってないんだけど、諦めない気持ちが大事だ。違う、下に行きたかった、ごめん。ピカチュウに話しかけるのちょっと間違えてしまってましたね。へえ、なんかモンスター部屋があるんじゃない。これモンスターっぽいですよね。うわっ、かわいいのいる。レッグータと並べるとめっちゃちっちゃい。ちょっと技に失敗したので、スーパーボス。これもトサキントだね。仲間になりたいんだけど、あ、来てくれないな。難しいな。モンスター行くんだったらピカチュウが多分先頭の方がいいですよね。一回出して、これで行こう。よし。あ、水五郎もいる。あ、放電。あ、違うな。今ドジョッチだになってるから言った。びっくりした。引かないのは確かに引かないけど、やりますよ。おー、トサキント、やったー。あとはヨロモモはいないわけじゃないんだね。こっちのトサキントもですね、引きだけでいいかな、とりあえず。これで、ドジョッチだと引かないから、リザードンにし、リザードンにしたいんだけど、リザードン技打ってるからダメなのか。草むし前に出す。これで
リザードンにしたいんですけど、リザードンにしたいんですけど、リザードンにして熱風をすればいいんだ。熱風したい。ね、なー、熱風。よし、終わった。よし、じゃあこれでいこう。え、ぐるぐる回ってる。あ、いた。普通の、あー、しかも暴れられてる。ひどいな、持ってきたやつ全部なくなりましたね、これで。倒しましたけど、悲しい。金箔欲しいよね。数少ないんですよ、ミニボス。悲しいな。残念でしたね。ギャラドスも色じゃなかったし。これで帰ります。うわー、赤ギャラが欲しい。いつか出会えるものと信じてます。では帰ります。さすがにこれで次のランクに行ったと思うんですけど、行ってないのかな。さすがにね、行けたと思う。復活の種、デラックス組、本気チケット、プチ復活。使っちゃった分は戻ってきました。土佐金と。よかった。ちょっとずつですけど、仲間増えてきましたね。あとはワニの子。で、飴玉。どっかで確か一回仲間になったんですけど、倒しちゃったんですよね。なのでずっといなかったです。さて、大太刀が一番奥にいた。225、これで超えたよ。これは超えたでしょう。200、やった。次のランクに行けました。エリートランクからウルトラランク。キャンプに入れる仲間の数のみが29から32に増えました。そしてこれがもらえるやつ、あ、ルカリオの石像。嬉しい。ルカリオの石像とは、ルカリオの石像は掲示板の近くに建てられるよ。明日になったら見に行ってみよう。ルカリオは特別な方法でしか会うことができないらしい。その方法とは一体なんだろう。その方法とは一体、え、これルカリオに会いに行かなきゃいけないやつじゃないですか。というか欲しいですもん、ルカリオ。使いたい。レディアン。鬼成長持ちレディアンだね。これ、次のランク目指したいですよね。ルカリオの像って最後なのかな。とりあえず休んで、次の朝。こっからルカリオの像見に行きましょう。どの位置に立つんだろう。おお、ペリッパー、今日も仕事するね。ありがとうございます。よし、じゃあ見に行きましょう。ルカリオの像は、あ、そっち側なんだ。めっちゃかっこいい。なにこれ、すごいかっこいい。ルカリオ、ちょっとリザードもうちょっとさ、端っこ行こう。ルカリオに、あー、こっち行くとダメなんだね。ルカリオにかぶんないようにちょっといいよ。できた。あ、嬉しい。え、君あ、こんな感じです。ルカリオの像が加わった。タッチポーズが凛々しくかっこいいね。かっこいいよね。なんとなくだが、このポケモンとはミステリーハウスで会えるような気がする。頑張ってミステリーハウス探します。はい、ということで、今回はエリートランクから一つまたランクが上がりました。でルカリオの像もゲットできて、ウルトラランク、次のランクまでが11515、マジか先は長いですが、これをまた1個クリアしたらどのランクに行くのかわからないんですが、できる限り進めていきたいなと思います。
この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!